ヘイ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 。よし、ヘイ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 。よし、コメント読んでいきますか。今日も京都でかわいい、かわいいってなんだ、かわいいってなんじゃん。ヤッホーヤッホー、今日もこれだよ、センキュー、ありがとうございます。こんばんは、ケイさん、こんばんは。白いパーカー似合う。マジですごいとこ見てんな、マジで。お疲れさん、お疲れ様です。すいません、ちょっと今日も遅くなっちゃってごめんなさい。ウェイヤーボスミン、ありがとう、センキューです。今日なんか時間がね、めちゃぐちゃぐちゃになっちゃったから、集まりが悪いんですかね今日は。よっしゃ、おはよう、おはよう、おかしいな、こんばんは。よしき、こんにゃろうめ、なんだ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 。今日はムーディーなライト照明、あ、そうです、そうです、今日はムード、ムード作っちゃってます。1週間お疲れ様でした、お疲れ様です、お疲れ様でした。いやー疲れたね、今週ね。手話と可愛さが、可愛さ増すね。なんやそれマジで。おかしいんだ見るとこが。12日行くの楽しみ、俺も楽しみにしてますわ、路上ライブ。TikTokerライブ3本目、 どういうことだこれ、 TikTok ライブか。また遅刻じゃ、そう、また遅刻しちゃった、ごめんなさい。これさ、まあ無理だわ、仕事の日に俺9時に間に合わせるの無理だってことで気づいたわ今日で。だからそうだね、仕事終わりはやめよう、9時は9時半からにしようね、余裕持って。前で覚えてる、お前くんやほう覚えてるよ、もちろん。待てだよ、ごめんなさい姉さん、すみません今日も遅刻で。今日も遅刻なのでどう話をしてる。かがくん、あーやほです、こんばんは。おざまる、配信など可愛いのなんで、エフェクトだね、エフェクトのおかげです。アイコン変えたの赤色ちゃんだよ、お赤ちゃんやほ、アイコン変えたんだ、ごめんちょっと目が見えない、悪くて見えないな。今週は徹夜2日目、マジでやばいね、お疲れ様、休んでくださいちゃんと。こんばんは、サチさん、こんばんは。今日なんかめっちゃちっちゃく見える、え、やばい、ちっちゃい、じゃあドアップ、ドアップしますか、ドアップしましょう。怖いな、配信でこんな急にこんなドアップだったら。仕事ってそんなもんです。確かにそうですね。9時半からにしましょう。やめよう。で、あれなんですよ。もう俺今日定時になって瞬間に、おはようございます、おはようございますって出てきたのに、渋谷からのその下北井の頭ね向かう時の信号をパーフェクトで引っかかって、もう最悪ガチで。この前リクエストした曲覚えてたら歌ってほしいな。なんだこの間のリクエストの曲って。1曲でも聴きたい、オッケー、歌っていくよ、歌っていく、ごめんね、かっこいい、ありがとう、センキュー、ね、遅刻の分延長だね、ああそうっすね。そうっすね、確かに。連絡もお願いします、今日も相変わらずゲップ、じゃあもう出ちゃうんだ、ごめんね、これはもうそういう逃げだと思って、のび太はバケツ持たされるよ。いや時代感じるな、すごく。こんばんは、バブさん、こんばんは、来ました、しーちゃん、ヤッホー。で、バコもお願いします、来ました、なんだね、エフェクトのおかげってわけね。いや最近なんか塩ですね、随分と。アップかわいい、これやっぱ見てらんないな、これ見てらんないので、よしよし、歌ってきますか、すいません、歌ってきますか。よし、なんかリクエストください、お願いします。リクエスト答えてきます。なんかね、俺思ったんよ、俺このサンキューのの方でずっとやってたんだけど、俺こっちのアカウントちょっと壊れてる今。
ダメなんだよ、もうおすすめに乗んなくて。で、もう一つの方はバコバコ乗るんすよ、おすすめに。だから昨日あげたのもちょこっと当たってます。よし、リクエストください。歌ってきますんで、じゃんじゃんメドレー方式でね、やってきますわ。やばい、なんか今日何も声出してないからやばいかもしれない。今日何も声出してないし、全然誰とも喋ってない。今日やばいな、咳するなんて。いや、鬼畜か、鬼畜か。よし、じゃあ行きますか。 TikTok ライブやってきますわ。じゃあやりますか。よっしゃ、じゃあ楽しんでいきますか。よっしゃよっしゃ、初見さんよかったら僕のインスタグラムフォローしておいてください。お願いします。で、歌唱中はよかったら画面タップしておいてください。お願いします。もうこれはおすすめに乗らさざるを得ないみたいな感じで、いいね押していただけると嬉しいです。はい、お願いします。ってことで、じゃあ TikTok ライブ始めます。TikTok ライブ始まるよ。Ladies and gentlemen, it's showtime. よかったら初見さん、僕のインスタグラムフォローしておいてください。お願いします。今日もガツガツ歌ってきますのでリクエストください。お願いします。あ、やばい、取れちゃった、また取れちゃった。 OK、 今週も行きますよ。君の好きな歌も二人で口ずさみ、たまには喧嘩もして仲良く生きていこう。目と目を合わせたらはにかむその笑顔、いつまでも近くで見とれていたいんだ。あれはほんのちょっぴり前の、二人が今より若かった頃、初恋の気持ち思い出すように、友達から始まったストーリー。よく笑う君が好きで、君といれば幸せなんだ。まだ知らないことばかりだけど、ここから綴る物語。我慢ばっかさせてた、こんな俺のそばに今日もいてくれてありがとう。どんな時もずっとその手を離さないよ。君の好きな歌を二人で口ずさみ、たまには喧嘩もして仲良く生きていこう。目と目を合わせたらはにかむその笑顔、いつまでも近くで見とれていたいんだ。パス、ずっと知った瞬間に教えてくれたあのラブソング、気づけば二人思い出の歌は。いちゃんすきゃね、また一つ君を知った喜び、あの日からずっと今も心に変わっていくこと、変わらないこと、君とならどれも宝物。自分勝手に過ごしてた、こんな俺のそばに今日もいてくれてありがとう。昨日よりももっと君を感じてたいよ。君の好きな歌を二人で口ずさみ、たまには喧嘩もして仲良く生きていこう。目と目を合わせたらはにかむその笑顔、いつまでも近くで見とれていたいんだ。ありがとうございます。初見さん、よかったら僕のインスタグラムフォローしておいてください。リクエストも答えてますんで、リクエストも全然じゃんじゃんお持ちしてます。あ、君に出会ってからいくつの夜を超えただろう、重なってくぬくもりを何度でも。外した。OK、 まだまだじゃんじゃんじゃん、これまだウォーミングアップだから。目と目を合わせたらはにかむその笑顔、いつまでも近くで見とれていたいんだ。君の好きな歌を二人で口ずさみ、たまには喧嘩もして仲良く生きていこう。目と目を合わせたらはにかむその笑顔、いつまでも近くで見とれていたいんだ。
ュー、ありがとうございます。まだまだじゃんじゃんいきますわ。リクエスト答えてますんで、よかったらリクエストください。お願いします。よっしゃ、まだまだいくぜ。誰流したテレビの音、ダメてしまった洗濯物跡こそ、あれでもあえて外には出ないでよ、あえナイスナックとアルコールで乾杯のショー。二人すも前も噛み合わないとしても、お互い寄り添うように人をそらしてみようよ。君をくれた太陽、月で隠れないよ、輝きたい丸るように歌うメロディー、戯れる Sorry for every day、 愛しても通り越して、似たものと押し越して、年老いるまで笑っていたいね。君がなきゃ Lonely Lonely day、 夢の中 Fully sleeping bed、 起こすから Morning call で、ありがとうございます。WXY でした。ありがとうございます。Thank you, thank you. よし、ちょっと待って。なんかさ、俺やっぱ旗がないとなんか上がんないんだよな。ちょっと旗張っていい？旗張っていい？よし、おかえりなさい、畑さん。よっしゃ、今日は実家に帰ります。今日実家に帰ります、久しぶりに。ご飯もお風呂も最高です。何の報告や。畑大事ですよね、畑大事、マジ大事。これ本当にこれがないとやっぱ神楽じゃないみたいなところある、絶対ある。久しぶりに、よし、明日さ新宿駅、よかったら来てください、お願いします。テープ使いますぐ、いや違うんですよ、違う、ここの貼ってるんですけど、いつもテープをこのテープ貼ってるんですけど、これ毎回変えないと落ちちゃうの分かってるんですよ僕は。だから貼ってるんですけど、なんかねちょっと壁変えてもらおうかね、なんか粘着力弱くなっちゃうから壁変えてもらおう。そっちを変えてもらう。よし、OK、じゃあ行きますわ。 OK、 じゃんじゃん行きます、メドレーで行きます。ここからごめんなさい、旗が貼り終わったので。OK、 行きます。俺は極端、お前はベジータ、俺らはさればまるでゴジータ、 Fly in the sky anyway、 風に乗せて届けるメロディー、 Yeah yeah yeah、 ボノベこの上へ、この上、この上へ、この上から降らす言葉、地球を突き抜けて、夢希望挑戦挫折、後悔繰り返す手にする私服、貧乏にからリーチ、ライブする軌道に地、地境地に人をまたがり向か広い二人、えい、ずいぶん長い視察見、流れない時間は全部置いてきた、青春の時の部屋上に抜け出した、俺らマジで止まらねえ、誰も追いつけない、風も掴めてない、まるで富士山から見下ろすエベレストだよ、誰も知らない景色は愛を、俺ら登り下りコーピア、鬼にからば虎に翼、俺に相棒、一人の女し、金は家族にベッド、古希の飯もいいがやっぱ嫁の弁当、俺ら変わらないぜ、俺は悟空、お前はベジータ、俺らはさればまるでゴジータ、 Fly in the sky anyway、 風に乗せて届けるメロディー、 Yeah yeah yeah、 この上、この上、 Yeah、 この上、この上、 Yeah、この上から降らす言葉、地球を突き抜けて宇宙に橋をかける。ありがとうございます。雲の上でした。ちょっとごめんね、ちょっと今これメドレーでいかなかった理由があって、椅子がいらないということ、コメントがあったので、じゃあ椅子はいりません。椅子やめます、
ちょっと待ってね、ちょっと待ってごめんね、今日なんかいろいろと合間をいただいて申し訳ないです、ごめんなさい。椅子はいらないので、じゃあ椅子はいらないので、ちょっと大工事、ちょっと待って、椅子を脱いで、へい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 、オッケーオッケー、これでいいかな、これでいい、これでいきますわ。じゃあ今日はこれでお届けしますわ。頑張れよお前も、よっしゃ、いきますわじゃんじゃんリクエストください、お願いします。ちょっと待って、ごめん、これもごめん、ちょっと待って絡まっちゃってるコードが、オッケー、よし、これでいきますわ、よしよし、リクエストください、お願いします久々、ちーさん久々ですよし、リクエストください、メドレーでいきますわ、オッケー。立ってって結構むずいんよな、これ。あ、そうだ、ここ行こうとしてたんだ。久しぶりにブルマとランチ。ヘイヘイ、初見さんはよかったら僕のインスタグラムフォローしててください。お願いします。暇なもんに今ゼロ時回り、やりたいように過ぎてゆく毎日、見すぎる夜と目覚めたとこで OK 3,2,1 マトリッチとか行きたいね、インスタグラムのストーリーにさ載せたりして、あの子西と仲させてみたい、フェイフェイフェイスクールもペッ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 、うるさいアラーム鳴り響く音かれるもね、好きな服選んで仲間雑誌を出かけるマッチショッピング、だってしょうがない俺はジャケじゃなけど新しいもの好き、アメキラバーニソーリバーニフローダのドービックリーステージョンダウンバッテン、求めてない完璧、楽しみだけ咲いて、あとはグラス交わしてシャンペン、でかなんだけグルーマートレン、それもいいけど、行きたいね、インスタグラムのストーリーにさ載せたりして、あの子西となんかさせてみたい、フェイフェイクスフェイクスブルームペッ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 どうして君のことを思うと唇から歌が溢れるだろう、今日まで生まれてきたラブソング、全て君のためにあるかのよAlways, always 色褪せない恋を夢見ていたんだ、ねえ、Let's go。 ただ敵に言うとね、君の全部が愛おしい、離れないでよ、そらさないでよ、君のためだけは僕がいるんだ、ラブの先にただ君だけいてほしい、この世界でもこれ以上のない幸せに身を溶かしているんだ、愛になるまでキスをしていいよ、君と協力を、今夜は少し飲みすぎたみたい、友達に君のことを話したよ、もう誰にどう思われようと気にならないほどに僕は君が好きだよ、 Someday 誰かがこの歌を聴いてるように、 Let's go。 だって敵に言うとね、君の全部が愛おしい、離れないでよ、そらさないでよ、君のためだけの僕がいるんだ、ラブの先にただ君だけいてほしい、この世界でもこれ以上のない幸せに身を焦がしているんだ、愛になるまで思い出してよ、そして助力を、間違えてしまった、すいません、すいません、間違えてしまった、おとぎ話、リクエストありがとうございます。歌唱中よかったら画面タップしてください。めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。どうしよう、ちょっとエアコン行こう。
日曜日の朝垂れたよだれ湿ったまま枯れ果てたからだ予定ないからまだ寝てたいだ0時回り2度目 sleep 天を眺めフリーズ焼けた匂い部屋に充満して台所のミシュランシェフ I will do makeup 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 なぜか曇る鏡の中の顔君が好きなあの歌を歌おう禁断の魔法君に目がけて飛ばそう宇宙な曲のようベスト気が向くまで To be victor ハッシュタグでトーンインスタで検索 OK 踊ってくれねえ今日の声こお気に入りの服と靴を履いてこロマンスはないけどここに描くロミオとジュリエ目的地がなくても二人だけの国で語り合ってさ不可思議なストーリーあのおとぎ話のように Yeah線の星屑か夜行星の街テラス OK ここまで来たら何かわかるよね何かわかりますよね OK おとぎ話ですよ全員で叫んでくれみんなで行きますよねえどんな夢を見よう夜行列車模様かけてく流星群この指に止まれ屋根の下のロミオとジュリエこの空に恋をしよう月日の太陽が僕らをせかしてもあの夜明けのダーが流れたら正しい朝迎えよう Yeah Thank you! ありがとうございますWhat's good? ありがとうございます。Thank you です。ありがとうございます。まだまだ歌ってきますので、よかったらリクエストください。あ、そうだね。これも、そうだね。ちゃんと、言っていかないといけないから。そうだね。OK。ごめんなさい。これ、ちゃんと歌っちゃったわ。ほぼ全部。何色がいいかな。ごめんなさい。ごめんなさい。遊びすぎてるよね。コメント読んでこうか。今日全然コメント読んでないな。ごめんなさい。リクエスト来てるよ。あ、ごめんなさい。リクエスト出ます。道を開けろがいいです。あ、ありがとうございます。Thank you です。よかぜ。ポールスターは、俺は歌えんな、あれは。歌えんとか言ったら怒られそうだけど。そうやね。ちょっと、あれは難しいですね。ベリグッドマン愛してる。ベリグッドマン聞きたいです。ベリグッドマン聞きたいです。あ、マジですか。ベリグッドマン。OK です。わかりました。ちょっとじゃんじゃんいきますわ。じゃあメドレーでね。メドレーで。なんかこれすごいコード絡まるんで嫌なんだけどこれも。何マジで。歌いづらいこれ。よし。あ、いいね。いつアーロン君とコラボするの。いやそんな怒らんでよ。そんな怒らんでよ。いやでもまたね機会があれば俺は全然やりたいんで。俺から連絡するかアーロン君に。あの新曲聴きたいしな俺聴きたいよすごい玉でよしじゃあ行きますわ久しぶりにこっからじゃあ行きますか これもうメドレーで行きますちゃんとOK いつだったっけ会い方はドラマチックでもなんでもなかった喧嘩の後の仲直りも狭いベッドの腕枕も脳にぴったり居心地が良かったボロボロの車で向かうデートも流行りの歌口ずさみ邪気ない顔ではしゃぐ君が愛しい何気ない毎日を奇跡に思う Let's go きっとこの先何年経っても見当たらない愛を知らせてくれたんだ到底僕なんかにはもったいないけど心から君と少し人生が幸せ
OK、 ありがとうございます。それ以外の人生なんてありえないでした。 Thank you。 まだまだ行きますんで、よかったらリクエストお待ちしてます。お願いします。不安や不満を飛ばすため窓を開けたハイウェイ、車は走って、グリルはあのナイメー、ただあなたっていいだろ、これは俺の人生さ、なるようになるさ、泣いて失敗すらいつかないです。月の光が差した日、自分に焼けが差したり、変わらず待ってる旅立ちでも構わずなってく明日に、昔と比べら確かに淀んで見えている街並み、超えた無数の違いの先にあるものを歌いたい。Hey、 そうなんよな、うまくいくばかりの人生なんて何の白身もないような気がしてる。残りのライフは短いって言い聞かしてる。やけに綺麗な夜景に焼けキラキラしてる。不安や不安を飛ばすため窓を開けたハイウェイ、車は走ってくる夕方のナイメー、ただあらがったっていいだろ、これは俺の人生さ、なるようになるさ、泣いて失敗すらいつかないで。 Thank you。 ありがとうございます。じゃあ行きますわ。リクエストもお待ちしてますんで、よかったらリクエストください。お願いします。初見さんは僕のインスタグラムフォローしてください。リクエストください。お願いします。通りの通り通り、こんな日々も早く降りゴール、もうどこにも行きゃしないのに、夢見てお休み、いつは僕らはこんな風にポンクラな夜に、飽き飽きまだ踊り踊り出す明日に出会うためにさよなら、歩き回ってやっと着いたコパドーナ楽園か、今となっちゃもうわからない、死なせきの結果でいた青い顔のスーパースターがお腹すかし余ってる。I'm a star, どうせだったらどうやっていいだろう、もう一回もう一回行こうぜ、どっかの公園。 I'm a star, ずっと前から聞こえてた、いつかポケットに隠した声が欲しい。よかったらリクエストください。お願いします。ごめんなさい、ありがとうございます。ルーザーでした、ありがとうございます。いやリクエスト、リクエストごめんなさい、見失ったリクエストが。コメント読みますか。ごめんなさい、こんな歌ってばっかで申し訳ない、すいません。目がしじみですね。あーすごい悪口、それはそれはすごい悪口。レバコン OK、 最高、かっけえわ、ありがとう、センキュー。初見さんよかったら僕のインスタグラムフォローしてください。お願いします。道を開けてください。わかった、あの後半で 歌います。ウェイバックホーム、名前のない歌、バラード聞きたい。バラード、バラードって何がいいんだろう。なんかリクエストください、バラード。隣道開けろ、カラフル聞きたいです。夜風聞きたい、夜風さっき歌っちゃいました、ごめんなさい。不安や不満を飛ばすため窓を開けたハイウェイ、車は走って、猫よかった。あ、じゃあ猫行きますか。そうだね、猫はあの一応俺の中ではもうバラードに入れちゃっていいですか、ね、しっとりサザンカ聞きたい。あ、しっとりサザンカもいいですね。あ、やべ、めっちゃリクエスト来て嬉しい。 OK です、これはいけそうだ。じゃあ猫からいきますか。へいへいへい、じゃあ猫からいって、いろんなとこ行きます。卒業ソング、卒業ソング、俺咲かないでぐらいしか分かんないです。やばい、これ見失うから、あれ、じゃじゃ、あのちゃんとあれ覚えておかないと。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に
僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ、夕焼け。だけどもうそうはいかないよな。明日ってうざいほど来るよな。眠たい夜になんだか笑っちゃう。うちまで帰ろう、一人で帰ろう。昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんて忘れてやるさ、バカバカしいだろう。そうだろう、君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかフラッと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。 Thank you、 猫でした。ありがとうございます。ちょっとあれ読んでこう。焼きそば食べたくなった。なんでこう、また言ってるよ。またいじってるな。声出てなさすぎ。もう音外しすぎ。すいません、ごめんなさい。すいません。カラフルバージョン。おー、なるほどね。卒業ソング。でもいろいろ名前のない歌とかなんかいっぱいリクエスト来てたので、いっぱい、じゃあ答えますか。初見さんよかったら僕のインスタグラムフォローしててください。お願いします。サングラス今日持ってないです、ごめんなさい。ブリッジしてますか。ブリッジしてないです。開いたい聞きたい。あ、君の好きな歌はさっき歌っちゃった、ごめんね。よっしゃ、答えていきますか。卒業ソング、卒業ソングいきますか。そっからまたいろんな曲歌ってきますか。ちょっとこの間咲かないで全然ダメだったので、咲かないで今日はちゃんとみっちりちゃんと歌いたいと思います。てか時間大丈夫かな。あ、もう50分なんだ、やば、早っ。よし、ごめんなさい、ちょっと時間取っちゃったね、ごめんなさい。じゃあいきますわ。You're not
るかな。ありがとうございます。咲かないででした。ありがとうございます。これちょっと思った。俺さ、あの配信の仕方忘れてない？なんか全然円滑にいかないんだけど、なんでどうやってやってたんだろう。やばいな。これ忘れてない？マジでまずいなこれ。ありがとうございます。選挙ですよ。反応ありがとうございました。なんか歌ってない曲でも歌いますか？コメント読んできます。忘れてそう。絶対忘れてるな。なんかスムーズにいかないな。3月9日3月9日ってどういう歌だっけ。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、でしたっけ。どれほど強くなれたでしょう。いやこれもうやばいな、マジで。ちょっとちゃんとやらないとまずいな、これまずいですね。これまずいです。いや明日の路上ライブ楽しみですね。あの久しぶりに路上ライブなんで。3月9日、上がれる季節の真ん中でふとしとなった。あー事故りそうだな、怖いな。これちょっと怖いで、あのごめんなさい。見逃して見逃してください。よっしゃ、路上配信楽しみにしてます。 OK です。明日もがっつりかましますわ。やばい、あの俺さ、これさ本当にふざけてるんじゃなくて真面目に、あの曲線ついていけないな全然。これまずい、本当にまずいですね。こ K さんのとかもわかんないもん、これビューティフルワープ、わかんないなこれ。やばいよねこれ、苗だよねみんなからしたらね。しっかりしろって感じだよね。ごめんなさい本当に。明日海老名路上内緒で行きたかった内緒で行きたかった厳しいですか明日は。じゃあ厳しいということで。自己スコープ、いやマジでそうっすよ本当に。笑えないっすマジで。ちょっとコメント読んできますね。初見さんよかったら僕のインスタグラムフォローしててください、お願いします。115万キロフィルム、あ115万キロフィルムだったらまだギリいけるっすね。あの練習なしクオリティでいいなら、あじゃあ115万キロフィルムいってみます。歌えるかな、いけるかな。まあ行くしかないなこれは。あったっけ音源、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ごめんなさいね。その間によかったらあの僕のインスタグラムフォローしてください。110、115、これかな、ちょっと、あった。でもちょっと待ってね、歌詞がわかんないので歌詞だけちょっと調べていいですか。ちょっと今日はこんな円滑に行かない配信だけど、ちょっといいですか。あのいろいろチャレンジしてるんです、ごめんなさい。なのであの許して。粉雪だったら、粉雪だったらまだギリいけますね。粉雪はレオわかんないんですよね。やばいよなこれ、本当に冷められる原因だよなこれは。でもね俺も結構いろんな曲覚えようと頑張ってるんです今。よし、じゃあちょっと115万キロフィルム行ってみますわ、挑戦ね。変わらないもの、変わらないものはあそこしか分かんない。すれ違う人の中で君を追いかけたしか分かんないな、ごめんね。じゃあ115万キロフィルム行ってみますわ、初めての挑戦。こういうの大事だよね、こういうの大事。じゃあ行きますわ。
これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。ああ くだらない音はなったんなら掴みはそれで万事 OK。 さきれてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえる。マジ死ぬ。きつかった。マジきつかった。なんか久しぶりにきついと思った。歌で。きつい。やば。ありがとうございました。でもリクエストありがとうございました。挑戦挑戦。よしクラブ。あざあざ。サチさん。サチさんこれ。死ぬかと思った。マジで。生きて。死ぬかと思ったです。ありがとう。いえいえ、とんでもないです。見せるよ花丸。正解なんてないから、自分自身に罰をつけないで、間違い探しはやめよう。生きていれば花丸さ。聞き、どうぞ。大丈夫、全然大丈夫です。問題ないです。いや、マジで明日のオリジナルライブ、ほんと楽しみ。やっぱ俺、人前に立つのがいいから、ね、好きだから、マジで。さ、ちょっと喋っていい？2週間ぐらい空いてから路上ライブやった時に、路上ライブ終わって、次の日からまた仕事だったんだけど、これ、びっくりするぐらい生きた心地しなかったんですよ。いやだから俺多分この中毒から抜け出せないんだろうなと思った、この間の2週間空いた時の路上ライブで。マジで思いました本当にね。1週間路上ライブやってないのに、配信だけしかやってないのにね、ちゃんと俺を囲むぐらいみんな来てくれてマジで嬉しかったです本当に。今日は実家に帰ります。一匹狼ゆきさんに届きましたね。マジですか。一匹狼、あれいい曲っすよねマジで。あ、ちょっと一匹狼歌っていいですか。あと数曲なんですけど、数曲で終わります。日々の積み重ねよ。いや間違いないですね。いいな、いいね、連打 OK。 もちろんっすマジで。兄弟いるの。あ、妹と姉ちゃんいますよ。俺は女兄弟に挟まれてます。早く行きたいな、早く来週になれ。そうよね。でも5連勤をね乗り越えなきゃいけないんだよね、その1週間路上たどり着くまでは。みんなもね楽しみにしてくれる人がいると思って俺は言うけど、そのみんなもねその1週間頑張ってやっと路上だっていう感じだけど、俺もそうなんだよねマジで。久しぶりに少し見たら歯がしょうがない。それホワイトニング中です僕今。雨でも路上やる。雨降るんですか。
え、ガチ、妹様とお姉様が羨ましい。いや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 マジでもうあの 妹も成人してるから、あれなんだよ、もうのんべえだらけ実家帰るとみんなお酒飲んでる引くよなマジでサラリーマンあと少し頑張れ。そうですね、今月で終わりなので頑張ります。だからよしき女の子、だから俺優しいんですよ、なんか性格が10月30日だから10日配信してほしい。10日って何曜日ですか。あ、10日誕生日やから。お酒強いの。俺お酒はねあんま強くないけど結構好きだからちょっとこんな声がね、もともとガラっちゃってるかもしれない。お酒もあるかもしれない、ちゃんと仲良ししてんのか。あ、仲良ししてますよ。だって俺妹にもちゃんと誕生日もあげるし。しずちゃんありがとうございます。ごめん気づかんかった、ありがとう。 Thank you。 仕事辞めるんですか。あ、そうです、3月いっぱいで仕事辞めて4月から音楽1本で、やってきます。とりあえずは4月9日、ワンマンライブを目標に、やりますんでそこをこけないようにね、絶対達成するわ。もし行ったとしたらと思って聞いてみた。え、何がですかこれ。路上かな。マイバックホーム、マイバックホームね、私は飲んで、うわやだなやだな、めんどくさそうだなこれボスに、ブルマとなってさっき歌っちゃいました。チャンピオン、あーチャンピオンいいっすね。あ、じゃあ分かりました。あ、じゃあ俺このフルコースで行きたい。このフルコースで行かせてください。サチのコメントも流れる。あ、サツさん、いや読んでますよ。スノージャム、ローティングで進まない毎日、上品が似合わないマレディ。今日はタコライスか。いや今日はタコライスじゃないかもしれないです。なんか作っといたからって言われてました。でも多分タコライスじゃない今日。路上か。あ、路上っすか千代さん。なるほど。いや路上な、全国回りたいんだよな。しずちゃんありがとうございます。 Thank you。 ごめんね俺喋りすぎてるよねこれね、まずいよな大人とエリーちゃんからギフトですよ。え、マジ、え、トロエリー、え、マジですか。え、ありがとうございますトロエリーさん、ありがとうございます。あ、なんかすごいのんびりやっちゃってるねいやなんかやっぱ金曜日抜けるよな、抜けちゃう本当に。あと、こっちのアカウントがもう壊れちゃってるんで、次からはもう一つのアカウントの方で配信してきますんで、そっちも、ちゃんとフォロー返しとくね。フォロー返してきます。7月ワンマン前に北海道来る。いや全国、北海道とは言わず全国行きたいです路上ライブはいやそのありがたいことにいっぱいリクエストもらえるんで、なのでねこのボロスコープ好きですマジかマジかありがとうね Thank you。 とりあえず明日からの路上ライブ気合い入れてやっていくんでね、楽しんでってください、お願いします。ということであと2曲3曲ぐらい歌って終わりにしますか。よし、土日休みの仕事なの。俺土日休みです、 IT なんで。あ、別に IT だから土日休みとかないかそう IT やってます IT 、お、トロエリジョンマイク持つスタイルいいっすね。あー、あざっすやっぱ座ってるタイプよりはやっぱね、動きら、暴れん坊将軍だから暴れた方が好きね。ごめんねこんなのんびりやっちゃってるのに見てくれててありがとうございます。なのであと2曲だけ歌って、あ、2曲じゃない3曲か、3曲歌って終わりにしますかよし、じゃあいきますね、そろそろ最後の曲よかったらリクエストください。また今週の路上も歌ってない曲歌っていくんでよかったら来てください。
今日職場の人に爪の人誰って聞かれて言う時の話すごいよな、あの爪本当にすごいと思う。だけどあれだって自分で作ってるってわけでしょ。すごいよ、あのいつものロゴの、僕のロゴをこの爪 の、ね、あのネイルで描いてたんですよ、しずちゃんが。すごいですよね。よしき、ギフトありがとうして、 ありがとうございます。ギフトありがとうございます。すいません、なんかこんなのんびり配信にあのギフトなんて、ありがとうございます。すいませんありがとうございます。ということで、順番的にこっちからの順番の方がいいかなよし、これいきたい。これは今日、今週は路上ライブでやろうかなと思ってます。のんびり配信に付き合ってくれてありがとう。OK、 あと3曲だけ歌ってくんで最後まで付き合ってってよろしく頼みますわ。打ちひしがれてた丁寧ってのが本音、後悔はね、喝采もね、気が遠くなる達成な見た目、そのベンチに腰掛けて誰もいねってことだけ見渡しで背びなくごめん後悔しとるよ。ぶっちゃけ遅いじゃん、でかすぎる代償、お前の分かられと無傷のプライド、ちまけに呼べると残っちまった後遺症、勝つまでやるちょいちょな後遺症。泥のようになだれて歩くのか、ファミリーの顔が浮かぶ今日はいつかのパーティーの場面と重ねる、まさかここで終わってしまうんだろうか、キスだらけでも俺は王者、ベルトにあの日の自分を重ねる、I'm a real champion, I'm a real champion, I'm a real champion, 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 I'm a real 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 champion. Thank you, champion でした。あと2曲歌って終わりにします。これ含めて2曲で終わりにしますんで、よかったら最後まで聴いててください。お願いします。日が澄んで家に着くなり飯も食わずに歌ったね、一人でため息こぼしてる夢を見た。そういや昔は周りに背を向けいつも強がってた、憧れと理想を求めて知らず知らず人を傷つけて、ルールルールを履き違えたこともあったね。そんな俺には気づけばたくさん心許せる存在ができた、背負い込んだ感情も分け合っていけるんだ。あの頃は一匹狼だった、俺にも一緒に泣いたり笑ったり手と手を取り合い支え合い、夢を見る仲間に出会えた、たとえこの道がどんなに険しく立ってもどんぼり、ここから始まる物語。あの頃は一匹狼だった、俺にも一緒に泣いたり笑ったり手を取り合い支え合い、夢を見る仲間に出会えた、たとえこの道がどんなに険しく立っても負けない、未来へ広がる志。 OK、 ありがとうございます。この続きは明日のお楽しみで加工してない、加工してないですよ、してないですよありがとうアイテム、 Thank you、 ありがとうございます
OK、ラスト1曲で終わりにしますか。実家に帰らないといけないことだし、明日も路上ライブがっつり休んで気合い入れてやっていきたいんで、明日は新宿からの海老名なんで、よかったら最後までお付き合いください。お願いします。そこはマジでお願いします。新宿お願い、歌詞でお願い。愛してるギフトありがとう。 Thank you。 愛です。愛で溢れてる。ありがとう。実家万歳。実家万歳。いや、なんかそうだね、来月出す曲はもう、大丈夫な、もう準備 OK なんで、あ、今月か、キャンバスか、キャンバス大丈夫なんですけど、来月の曲がね、まだあれなんで、ちょっと夜景が見える聖蹟桜ヶ丘で久しぶりにね、黄昏ながらなんかネタでも考えようかな。聖蹟桜ヶ丘好きなんですよね、俺マジ好きなんですよ。で、お風呂入って、いや、お風呂場って強いんですよ、マジで強いんですよ。お風呂場はやっぱ歌詞がね、いい感じなんですよ、本当に。やっぱね、なんだろう、曲作りで曲作るとなんかあんま反応が良くないとあーってなる時もあるけど、やっぱね、嬉しいよね、反応がいいと本当にいいわ、マジで。ちなみにね、俺キャンバスはね、ライブでタオル振り回す曲だと思ってるよ。いろいろね、俺もネタを考えてる。ああ、こうだね、こうだね、こうだねみたいな。あれだから、もうちゃんと考えてるから、7月のね、ライブはがっつりタオル振り回して埃まぶりに、しようかな、ライブハウスね。ダメだ、俺もう金曜日だから気が抜けちゃってダメ、今日。もうのんびり配信になっちゃった。ほんとよしき、今日眉毛ないな。あ、眉毛ないっすか。眉毛あるよ、ほら、眉毛ある。うん、新曲楽しみすぎる。そうだね、楽しみにしてて、マジでね。眉毛食べられたの。いや、だからあるて、眉毛あるて。楽しい。あ、マジっすか、ケイさん、ごめんなさいね。テレビの方が楽しくないですか。大丈夫ですか。4月のライブも行きたい。そうだね、こればかりはね。やば、神楽のライブって、ワンマンライブって愛で溢れりすぎてるらしいっすよ、本当に。こう真面目に。こう真面目に言われた。目がキラキラしてる。あ、そうですね、輝きだけは失わないようにしてます。ただ目がちっちゃいんです、僕は。ほこりはマイクなしで歌ってる。マイクなしはちょっときついな。愛してます、愛です、俺も愛してる、ありがとう。7月のライブ20日以降の平日ならいける。はい、平日か。20日以降か、そうだね。9日なんでもう決まっちゃってるんだよ、それが日程がね。7月のホテルも取った。いや、もうこれさすがっすよね、マジで。いや、超嬉しいですよ。定期ライブってどうなったんだって。一旦今月は、定期ライブじゃなくてこういう形にしようっていう風になったんですよ。で、来月から定期ライブをやろうってなってるんですけど、その箱を、一応今赤坂のところって言われてるんですけど、ちょっとうん、ってなっちゃって俺が。やっぱ遠いから赤坂って、俺海老名駅とかでやってるから遠くて、だからもっとこっちの方で、見つけられないかなっていうので、じゃあ神楽自分で見つけてみなよって言われて、今探してるんですけど、なかなかいいとこ見ないんですよね。だからなんか逆に教えてほしいです。なんか50人ぐらいのキャパで、あ、いい箱があれば。でも今のところ俺町田アクトがいいんじゃないかなと思ってます。あそこだって百何十人入るから、だから考えたら、コロナ考えたらやっぱ50人60人ぐらいだからね、無料ライブでいいね。ねえねえ、なんすか、ふみふみ、なんすか。明日の生活に彩りをください、任せてちょうだい。こんばんは、こんばんは。顔も小さいから大丈夫です。いや、でも、あ、俺
コーチしたんよね、マジで。俺マジコーチしたんよね。これなんかすごい怒られるんだけど、これマジ顔ちっちゃいんですよ。町田アクト、そうそう、町田アクトが今のところ一番最有候補かなみたいな思ってますけど、他にもなんかいいところあればね、なんか逆に教えてほしいっす。本当にお願いします。いやでもいいと思う、俺の中では。なんかそのやっぱなんか初っ端からこうお金を払ってね、あの言っちゃえば俺ヒット曲もないし全然売れてるわけでもないからね、好きな人はなんかこう、うわ行きたい、俺もなんかそういうね、アーティストさんいるから、こうああお金払っても行きたいっていういるけど、やっぱ路上でさそこまでたどり着くか、まあ、俺はそこが勝負のところなんだけど、たどり着かない場合はなんかまずはその無料ライブに来てもらってからね、カグラスコップのライブってどんな感じなのかっていうのを見てもらいつつね、ちゃんと正規のワンマンライブで、ね、足を運んでる人が一人でも増えてくれたらいいなと思って、だからねそういうのをやっていこうっていう風になってます。そうやね、うん。もし行けたら現金渡してもいいの？あのそういうなんか、投げ銭とか俺受け付けてないんですよ。だから愛だけをちょうだい、マジで。これから遠近法を使っていきます。やめてやマジで。だから俺がデブになるから大丈夫。ムカつくぐらい顔小さいね。そうそう、俺なんかね、でもなんか元々体小さいからね。マジ小さい。全部コメント流れちゃって悲しかったの。ごめん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 、ふみごめんね、ふみさんごめんなさい。月1ぐらいで都内来て。あ、ライブですか？は無料ライブ。都内もいいですよ。なんか言っちゃえば交互にやりたいですよね。こう神奈川東京、神奈川東京、神奈川東京みたいな。ね、それいいっすね、確かに。でセカンドワンマンに向けてのグッズも出るみたいですし、またね、新しくで、前回ちょっと皆様から「おい神楽、おい神楽のステッカーはステッカーじゃねえ、それはシールだ」と、ね、お叱りをいただいたので、今回ばかりはちゃんとステッカーをね、ちゃんとステッカーをステッカーにします。大丈夫です、そこは絶対約束します。ごめんね、本当に前回はすいませんでした。なのに買ってくれて本当にありがとうございます。間に北海道を入れてくれ。あー北海道。名古屋とか行きたいんですよね。名古屋とかね。ステッカーとシールって何が違うの？なんかさ、なんかなんだろう、ステッカーとかってさ、なんかその言っちゃえばさ、このあれじゃん、このロゴ、このロゴのさ、この人物像のとこだけ切り取って、なんだろう、ちょっとデカめなさ、デカめなサイズっていうのかな、こんぐらいのサイズとかさ、わかる？とかのが俺的にはステッカーだと思ってて、まあ確かに、まあ、前回の言われちゃうとシールだよなみたいな。ちょっと大げさにしたらなんか手紙の封筒止めるなんかシールとかにも使えちゃいそうなぐらいなあれだったなと思ってちょっと反省してます。すいませんでした。よろしくお願いします。すいませんでした、上様。何歳なの？24歳です。ステッカー買って車でつけろ。いやこれやばいっすよ、それはやばい、それやばいな。売れなくなっちゃう。ドラゴンナイト7月のライブのあと後日路上するのかな。そうですね、またね、遠方から来てくれる人がいるのであれば、もうなんだろうな、うん、なんかそうやね、ファーストワンマンライブのそのなんか言っちゃうとなんだろう、ちょっと意地悪をした俺は。みんなに対して。そのなんか路上ワンマンやってからちょっとうわー神楽が恋しいっていう期間がみんなに会って欲しかったから、ちょっと意地悪しちゃったんですよ。ごめんなさい、それはね、ちょっとごめんなさい、それは。でも今回は土曜日なので、
あの遠方の方もね多分いるかもしれないんで、次の日にできたら路上ライブやろうかなって思います。素直に思います。なのでね、余韻残したままにまた路上ライブでね、路上ライブ見て帰ってもらうっていうのが一番ね、身のある旅行になるのかなっていう、ね、こっちの方もね楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。それはそれで。ただそのなんかやっぱライブハウスってやっぱ環境が違うから、スピーカーとかの環境が違うから、空の路上だとなんかちょっとああってなっちゃうかもしれない。でも逆に言えばやっぱライブが最高だよなってなるかもしれないから、まあちょっとどっちに転ぶか分かんないけど、路上ライブは分かった。じゃあそこを約束します。そこは約束するので、じゃあ来てください。お願いします。じゃあ来てください。もう言ったからね、もう言ったから、録画しておいていいですよ。ワンマンライブの次の4月9日のワンマンライブの後の、後日の日曜日4月10日は、路上ライブ絶対にやります。なのでぜひ来てください。お願いします。余韻バリバリ。ただ400人がっつり埋める予定だから、俺400人の前でこう歌って言ってすごいエネルギーなわけよ。120人の時も俺すごい抜け殻だったから家帰って。だから400人の後の後日はちょっと俺は抜けてるかもしれないけど、そこはねご愛嬌にしてね。もちろんエネルギーフル活用で行くけど、ヨンケルでね、ヨンケルで復活しますけど次の日は。でもねそこはだからその代わりちゃんとみんなもワンマンライブ来てください。お願いします。そこお願いします。そうやね、前回の路上ライブ、ワンマンライブ、こんな喋ってて大丈夫ですか。こんな喋ってて大丈夫ですか。1週間分ちょっと出ちゃってるけど大丈夫。俺喋っちゃってるけど、そう前回のワンマンライブの時って言っちゃうとね、カグラスコープの輪がない状態からスタートし始めたんですよ、チケット販売とかもね。だからなんだろう、そのワンマン期間に出会った人もいれば、そのワンマン期間にあ神楽いいなと思った方も多分いると思うんですよ、中に。多分そっちの方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。だから120人の時のワンマンライブってスタート俺120枚絶対売り切る、1ヶ月絶対売り切るってなって、で蓋を開けたら販売開始してチケット買ってくれた人って多分10人くらいやったんですよ。マジで俺はちょっと頭抱えそうになった正直。マジかと思って、いや買ってくれた方がいたのですごい嬉しかったんですけど、目標が120枚やったのですごくねうわーってなったんですけど、まあ切り替えてそこからね。気合で120枚1ヶ月で、ね、達成しましたけど、でもあの時土日だけだったから基本、だから平日って考えたら400枚は多分いけるなっていう手応えはあります。正直手応えっていうか自信がある、自信はあるんだけど、そのやっぱスタートでさ、ね、100とか、ね、言ってればうわーってなるわけよ、俺の中でうわーってなるし、そうだからね、ぜひスタートでね、買っていただけると嬉しいです。ちなみに別にこれはなんか催促してるわけじゃないんだけど、焦らしてるわけじゃないんだけど、今回の次の下北沢シャングリラは前回の本厚木サンダースネークと違って、ステージがそこまで高くないんですよね。あそこまで高くないんで、だから前の方に来ないとね、綺麗に見えないというか、だから早めに買うことをおすすめします。おすすめします。よしきの、私よしきのバイト行きます。いやてかボスミン千葉なんだから来てよ本当に。
こんだけ準備満タンでチケット買えなかったらどうしよう。いや全然全然全然400枚だから、あの400枚あの俺全然速完するような人気じゃないですそこまで。マンマン期間終始いたのは自分ですそうやね、支えてくれてありがとうね。400枚もよろしくね。ライブやってるの知らなかった。卒業おめでとう姫。わかんない。 YOSHIKI が楽しいとファンも楽しいのよ。そうやね、楽しいんだよでも120枚の期間はもう一言で表すと本当に愛でした。もう愛だけ。400いけるけど完売させよう。絶対します、任せてください。これは家まで来て歌ってほしいです。緊張迷惑ですねこれは。大迷惑ですねこれは。降りやすいねそうそう、それそう、降りやすいんですよ。飛び降りやすいね。そうそうなんですよ。でも俺カグラやめろよって言われてます今パソコン無視するのはカグラなんですけどね嫌、だ絶対負けだから絶対あの 早めに買ってください。お願いします。最善行っちゃうもんね。やっぱあの今回もあの番号制にします。上底靴だねそうですね、必要ですね。でもあの神楽はあのライブで台に上がるから多分見れるんじゃないかなっていう。大丈夫だと思いますけどでもずっと台に上がって歌ってるわけじゃないからね。いいのか時給いくの時給発生制なのかそこからね。ありがとうございます。ありがとうなのだ、おめでとう。チビ連れてくから後ろで見ようそうだね、グータッチ行きたいなまたね。よしきくんの家の前で路上やろう。俺んちの家の前かやだ恥ずかしいやん。歌わないの？歌うよ、歌うけど喋り出したらちょっと止まないんですよ。ハンバーグ会社した日に帰ります。いや嬉しい、ガチで。ありがとう。最前列で見よう。そうやね、よかったらあの友達とも、ぜひぜひ一緒に来てください前回のチケット番号56だったけど多分違う人のためのだったよね。いや、それで言うとね、取り置きしてた人がいたんだけど取り置きがねあのキャンセルになったので、そうだから取り置き分だったのね。前回の大きい台プレゼントしようか。いや俺はね、今のがねすごくいいの気に入ってるんですよね。サイズ感的にも。喋る喋る。あれコメントが更新されなくなっちゃった。そうやね、だから言うてもうあと1ヶ月ないんでチケット販売開始まで。で日曜日も日曜日を撮影か、ワンマンの撮影で、次の週の土曜日、あ日曜日か、あれなんで多分20の週にはあの告知動画バコーンと出せます、ね。来年の箱は横浜アリーナでいいよね。いや俺の終着点やそれはそうやね、俺武道館あんま興味ないんやな。横浜アリーナでワンマンやりたくて理由があってね。行きたいけど遠くて行けない。いやそこはね、そこは来よう。リビン君、ママとパパに相談して400人ママは後ろで見るか。いや前で見なさい、前で一旦歌おう。あごめんなさい、すいませんすいません、飽きてるよね。ごめんね、ごめんなさい。じゃあ、歌いますね最後ラスト。チケット買いに行きますね。いやありがとう、マジでありがとう。リナちゃんありがとうね。じゃあめっちゃタイミング良かったんだ。そうそう、ラッキーガールですよあの時は。楽しみすぎる。そうやね、俺は楽しみやな。もううずうずして仕方ないもん。チケット買いに行きます。いや嬉しい、ガチありがとうございます。これバコーン。路上は、チケットは路上じゃないと買えない。ネットでも買えます。今回もネットで販売ありますね。あの遠方の方もいらっしゃるんで。そうやね、前回全国、まあ、そんな 全都道府県からは来てくれたわけじゃないんですけど、そうね、全国から来てくれて、いや嬉しかったっす。マジでマジで嬉しかった本当に。
でも前回その物販の時間がねあれいろいろあったから、そこは反省して踏まえてやらないとなと思ってますけど、よっしゃ、ごめんなさい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 、よし、じゃあ最後の曲歌いますか。最後何がいいですか。最後何がいいかな、リクエスト。ごめんなさい、あの最後はオリジナル曲で締めたいと思います。ここから始まる物語、あの頃は一匹狼だった、俺には一緒に泣いたり笑ったり、手と手を取り合い支え合い、夢を見る仲間に出会えた、たとえこの道がどんなに険しくたっても負けない、未来へ広がる志。なるほどね、分かれるやんすごい分かれるじゃん、どうしよう。じゃあこれ一番だけ歌って、これ歌って終わりにしようか。ちょっとたまにはイレギュラーの方がいいんじゃない、イレギュラーな感じでいこうか。こっちを一番、こっちを一番だけ。今日 TikTok ライブありがとうございました。あと2曲で終わりにしますね。ありがとう。明日からまた路上ライブですけど、バチボコ気合入れてるんで、ぜひぜひ遊びに来てください、お願いします。 OK、 じゃあ最後に2曲出ますよ。カラフル君といる毎日はたわいもない日々でも鮮やかに映る、重なるこれからの思い出は二人の心のフィルムに残してゆこう、眩しすぎる笑った横顔、誰もいない二人の放課後、オレンジの机に影が並ぶ、君の気持ちがない振動なの、少しで言葉になりそうなの、ぎこちない会話が教室に舞う、ふと目が合った瞬間に臆病の中から勇気取り出して、本気で思ってる愛を声に出して、生まれた街育った場所も何もかも違う僕らのドキドキの恋が、オッケー、ゆっくりワイパー。カラフル君といる毎日はたわいもない日々でも鮮やかに映る、重なるこれからの思い出は二人の心のフィルムに残してゆこう、二人の心のフィルムに残してゆこう。カラフルでした。ありがとうございます。最後の曲。そう、カラフルのさ、あのゆっくりワイパーがクイックルワイパーに聞こえるってすごい言われるんですけど、ごめんなさい。滑舌はよくしておきます。最後の曲ね、見ちゃうけど。誰だってそう待ってかけたソウル、誰だってそう夢見た日の行くぜ、手伸ばせない逃げ出したい弱い自分を殺し続けてる理由も批判ばかりを。 OK、 みんなで行きましょう。視界に入るな道を開けろ、道目だろう洗い尽くすよ、視界に入るな道を開けろ。闇ある夜一人目を閉じる、薄暗いバルームで孤独を感じる、揺るがない自信だけが成功の種、教えてくれこの道の答えは一つだけ、俺だけが残せる自由な音楽、全てかけるマイクで夢を抱く、思いやりから思いやりへと、塞いだ耳の隙に入る言葉は遠くへと、逃げ出したい弱い自分を殺し続けてる理由を、批判ばかりは覚悟感謝、視界に入るな道を開けろ、
く前髪視線の先に広がる狭い狭い暗い世界に嫌気を刺す目の肩出す触れて立ち尽くす限界は一体誰が決めてるの。ステージ降りてマイク置いて諦めようとしていた俺も何度も超えてこぼして今も仲間に愛を届け続けたよ。今日本当にありがとうございました。あ、これダメだ、ここはダメだ、終われる。 OK、 ありがとうございました。最後いきます。手の合わせ逃げ出したいのは一部分を殺し続けてる理由を批判ばかりは逆傍観者視界に入れば道を開け締めなのは何尽くすよ。視界に入るな道を開けろ。ありがとうございます。道明宏でした。ありがとうございました。明日からまた路上ライブか、路上ライブやりますんで、日曜日は配信か、日曜日配信ありますんでね、よかったら楽しみにしててください。道明宏の路上はアクロバティックバージョンでね、前回の反省点を説明しますと、前回の反省は神楽は飛脚力が足りなかったなとね、比較力があればもっと迫力が増すんで、明日は思いっきり飛びたいと思います。なので楽しみにしててください。もう名物にしよう、これは、ね、名物にするわ。ということで今日 TikTok ライブ最後までお付き合いいただきありがとうございました。本当に Thank you でした。ありがとうございました。またね、明日路上ライブも配信しますんで、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。ということで今日の TikTok ライブはこれで終了したいと思います。みんな今週 1週間お疲れ様でした。ちゃんと休んで明日楽しみましょうね。ということで以上をもちまして終了したいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。 Thank you。